皆さんどうもこんにちは。クリスチャン YouTuber の鳥本です。よろしくお願いします。早速ですけれども、今日の話は私が洗礼を受けた後の話シリーズの第1弾ですね。1弾は私が本当の意味でイエス様に出会った瞬間について、皆さんにお話ししていきたいと思います。よろしくお願いします。私が洗礼を受けてから1年半が経ちました。私は洗礼を受けた後真面目に聖書を毎日読み続けて、また賛美も歌ったりお祈りもしたり、本当に信仰生活、教会生活を真面目に生きてきました。真面目に成長していったんですね。けど正直な話、僕イエス様まだ全然信じてませんでした。自分にイエス様が必要かどうかなんて全くわからないまま、僕は教会に通ってました。教会に通ってる理由は本当にただただに教会の人といるのがすごい楽しくて居心地がいいから、僕は毎週日曜日教会に通い続けました。そして僕はある日、非常な虚しさを感じたんですね。あれ、なんか人生めちゃくちゃ虚しいなって思ったんです。それで僕いろんなものに手を出しました。例えば、その時彼女いたんですけど、彼女でこう心を満たそうと思ったんですね。でも全然満たされなくて、そして今度はお酒に手を出したんですね。お酒いっぱい飲んだんですけど、なんかそれでも全然満たされなくて、そして今度は友達を作ろうとしました。社会人サークルに行ってみたりして友達を作ろうとしたんですけど、なんかうまくいかなくて、それでまたなんか虚しくなっちゃって、もうそんな感じで本当にこういろんなものに手を出しましたね。いろんなものでこう心を満たそうとしたんですけど、全然満たされなくて、そしてその時また自分の罪をすごい感じるようになったんですね。例えば、聖書って結構厳しくて、女性を性的な目で見た瞬間にそれは罪ってなるんですね。あなたは罪人ですってなるんです。そんなんとかこういろんなことで、あ、僕ってどうしようもない罪人やなって思ったんですよ。本当に救いようのない罪人やなって思ったんですよ。しかも夢にまで出てきて、それが夢で自分の罪がすごいいっぱい湧いてきて、それで僕夢の中で泣いてて起きたんですね。パッと目が覚めたら涙パーッと流れてたんですよ。本当にこう罪を感じた。だからその時、虚しさと罪の意識、これがめちゃくちゃ湧いてきたんですね。でその時僕思ったんですよ。あ、僕ってイエス様必要やなって。この僕のどうしようもない罪のためにイエス様がわざわざ十字架にかかって死んでくださった。そのために僕は無条件に天国に行けるようになった。この罪が許された。なんて最高なんだろうって思ったんですよ。そして僕はイエス様のために使える決断をしました。お祈りしました。イエス様、私はあなたが必要です。私の心の中に来てください。こう祈ったんですね。そして僕は本当にその日から180度変えられて、イエス様のために働くようになったんです。もっと熱心にイエス様を求めるようになりました。僕の信仰生活が本当に変えられたんですね。ここが僕のイエス様が必要になった瞬間でした。そこから燃やされて僕はいろんなことをするんですけど、その話はまた次回にいたしましょう。今日はこの辺でさよならしたいと思います。皆さん今日も見てくださりありがとうございました。それでは皆さん、さようなら。ありがとうございました。
バイバーイ。